ストレートエニアグラム二等辺の友人はです、いい隊長です、隊長でございます、はい、今日はあの、うん、引き続き、うん、囚われの話、うん、で1回目は、うん、外界と直面する事故っていう話をして、うん、前回は、うん、誤った現実感覚っていう話をしました、うん、で今回は、うん、このタイプの人々が、うん、徳悪徳、うんについてもちょっと誤った感覚だよ、うんうん、徳と悪徳についての感覚の違いを紹介したいと思います、はい、でエニアグラムの書くタイプは何が徳、徳っていうのはあの得したっていうことじゃなくて、はい、異なった見方をしますと、はい、徳とは自分に与えられた可能性が十分発揮されるよう方向づけるものであり、悪徳とはそのような自己実現を否定するものであると、うん、で近視眼的な現実感覚で、いやちょっと近いことしか見てないみたいな、うんうん、現実感覚で人生を見てしまうと、うん、徳と悪徳についても誤った解釈を下すようになりますと、うん、でまあ各タイプのそれぞれの見方、うん、でまずは、現実感覚を内的秩序で見る825の人たちの話からしますと、うんまあ、外界よりも大きいと思っている人たちですね、うんうんうん、は、良き人生というものをあまりにも自分自身のことに限ってしまっていますと、うんうん、彼らは自分たちがどれほどの人間であるか、うん、そういう自尊心だけが主要な問題であると、うんうん、もうニヤニヤが、うん、でまず8からはい、この人々は自分、うん、他人に対して自分が強くさえあれば何よりも良しとしますと、うんうん、この人々の意見では人として生きている実感を得るには他人をコントロールすることで自分の尊厳を確保していけなければならない、うんうん、他人を恐れさせてもしばしば一向に良心の呵責を感じないのはこのためであると、うんうん、彼らにとって人間関係で自分が強くあることはたとえ豊満な振る舞いがあるとしても、うん、偉大な徳であると、うん、それは同様に人前で自分の弱さを示すこと、うん、あるいは弱さにつけ込まれて相手に利用されることは悪徳である、うんうんうん、しかし本当は他人に対して優しい態度を取ることこそが徳だよと、うんうんうん、なのでこの一番初めに徳と不徳の定義をしたんですけども、うんうん、この今紹介する囚われの徳の定義としては、うんうん、自分に与えられた可能性が十分に発揮されることを方向づけるものが囚われた徳っていうことですね、うんうんうん、で悪徳とはその実現を否定するもの、蜂にとっての徳っていうのは相手を恐れさせてでも他人をコントロールすることが徳だと思っている、逆だよって最後に言ってますけどね、うんうん、でタイプ2、はい、この人々は他人のために何かをして自分がその人にとって大切な存在になることが最大の関心、うんうん、自分が助け手であること、うん、何よりも偉大な自分が助け手であることこそが何よりも偉大な徳だと思っています、うんうんうん、でもこれなんかちゃんとした徳ですけどね、うんうん、まあ8と比べたらなんかね、うん十分な感じはしますけどね、うんうん、しかし実際は、うん人を助けることによって、うん、他人に自分を必要とさせる、うんうん、他人に自分を必要とさせるのは自分で自分の必要を認めていないからであると、うんうんうん、彼らは自分の必要を否認することを自己犠牲の徳だと考えている、うん、なんかこれも全然迷惑はかからないですけどね、まあ、迷惑はかからないけど、ごめんなさい、その人にとってはどうだって話ですね、うん、自分が損してる、損してる損得でもない、うん、難しいです、うん、でしかし実際のところはそれは他人を操作する悪徳に過ぎない、うんうん、あそうか、人をどうコントロールしようとしてるかって話ですね、うん、そうなのでこの人は人をコントロールするための手段としてそれを使ってるってことですよね。ちょっと麻薬に似てますね気持ちいいでしょ、気持ちいいでしょ、気持ちいいでしょ、こんないろんなことやってあげるよ、
やってあげるよやってあげるよっていうことですね、うん、しかし実まあそうですね、うん、で同様に自分の必要を満たすことは自分勝手な悪徳だと思っています、うんうんうん、でも実際は自分の必要を満たすことこそ自分を本当に愛する徳ですと、うん、でタイプ5、うん、この人々は、まあ、ここですね、うん、でタイプ5、うん、この人々は全ての物事の調和を理解するためには、うん、他人から遠ざかっているのが一番いいと考えている、うん、徳とは引きこもって自分の考えに没頭することだと思い込んでいます、うん、しかし、まあ、自分だけの世界にこもることは、うん、他人に対する寛容に欠けることになる、うん、彼らは自分で考えることを知恵だと思っています、うんうん、考え事は何でも自分だけでしなければ悪徳とみなします、うんうん、しかし、まあ、他人とともに考えを分かち合ってこそ、うんうんしばしば最上の知恵を生み出します、うんうんまあ、そりゃそうですよね、うんうん、いろんな人で考えた方が一人よりも広いし深いしって話ですよね、うんうんうん、この中にもしかしたら5がいるかもしれない5がいるかもしれない、はいはい、で多分5の人は人よりも優れてたいじゃないですかね人よりも知識をたくさん持ってたいから一人でやりたい、はい、でも、うん、しばしばっていうかもう多くの場合、うん、たくさんの人でうん、それをやった方が、うんあまあ、効率的にはいいわけじゃないですかいいし広いし、うん、いろんな考えがみんな自分の対等に立ってしまうっていうのを恐れているわけですもんねそうそう、はい、でも、まあうん、そういった意味で考えを分かち合うっていうことを徳と言わなければならないよねと、うんうんうん、タイプ5の人々は一人でいて知恵をっていうのが徳だと思っているけど、うんうん、実際それは悪徳ですと、うんうんうんで次はこの外観を内面の調和として見る人たち、うんうん、これらの人々は外界をありのままに受け入れ自分を適応させることを最善とする、うんうん、しかしこのことは人生における良きものを限定してしまう結果を生みますと、うん、見ていきましょう、はいはい、でタイプ3、うん、この人々にとって他人から成功していると見られることこそが重要です、うんうんそのため外界に向かって積極的に働きかけ、うん、物事を達成させることこそ、うん、自己実現の手段だと思っています、うんうん、したがって自分が自分であるためには、うん、とにかく目標を達成しなければならない、うん、この人々は誇らしげに言います、うん、私は能率的だ、うん、しかし、うん、彼らの盲点は人の価値を成功っていう尺度で測る、うんうんうん、で成功が人の値打ちを決めるかのように考えていること、うんうん、しかし実際には彼らの考える成功っていうのは、うん、徳ではなく虚栄の悪徳であると、うん、彼らは失敗すると自分を非難し続け、うん、強い良心の呵責を感じますと、うんうん、しかしそれは本当の後悔ではない、うん、実際は失敗を受け入れることこそ、うん、謙虚の徳にふさわしい、うん、ちょっと積極臭いです積極臭いですね、はい、本が入ってますでタイプ6、うん、この人々もまた自分を良い人間であるとし、うん、自己実現するために何とか自分を外界に適合させようと全力を尽くしますと、うん、そのようにして自分の人生における責任を果たそうと努力します、うんうん、責任の名のもとに課せられた要求に応じようと気遣い恐れつつ生活していますと、うんで価値あるためには権力者によって与えられた法律や規則を守るが義務の外面的な遂行が重要となりますとあたかも全ての徳が法の遵守にありまた全ての悪徳が法の違反であるかのように信じ込んでいますで法に対する従順を盲目的に愛好しますよとしかし実際は真の徳とは愛や憐れみと同様に絶対的な価値に全身全霊を挙げて答えることであると、うん、なんだよその絶対的な価値ってよってだから愛とかじゃないですか法が間違ってることもあるそうですね確かに戦争では人を殺せって上の人が言います、うんうんうん、じゃあそれが正義だそれが正解だ、うんうんじゃあたくさんの人を殺さなきゃ、うんうん、これが正しいですかって話ですねそうそうなんかその盲信してしまうみたいなことじゃないですかそうですね、うん、その法とか偉い人がいいって言ったもん
ミサイル落としていいって言ったもん、うん、っていう話ですね。そうそう、だけどそこがそもそも間違ってることもあるから、おっしゃる通り、今自分でやってみてなんだよ全身全霊の正解ってよって思いましたけど、うんうん、おっしゃる通りですね、うん、確かに、はいはい、でまあ、すみません続きがありました、うん、でタイプ6の人たちは、うん、自分だけが正しい、うん、って思う悪い傾向を持ちますと、うん、アドラは否定しています。自分が正しいと思うのは競争に乗ることだと、うん、そう、はい、で自分だけが正当化する態度は、うん、自分は実際には絶対に罪を犯していないっていう自負することにつながると、うんうん、それは悪徳を徳と取り違えて考える、うん、よくある過ちである、うんうん、おっしゃる通り、今先に再現ドラマをやりましたけどもおっしゃる通りでしたね、うんうん、気をつけましょうタイプ6の人、はい、私ですね、うん、あの挨拶してるから俺が正しい、うん、あ俺が正しい、であいつ間違ってる、あいつは間違ってる、うん、お前違うって話ですね、深呼吸して、うん、で、タイプ9、うん、この人々は自分の外にある世界から離れて落ち着きと平穏を保つことで実ご自己実現しようとします、うん、なんか別にいいじゃんと思いますけどね、うん、で平穏を乱すものを避けて外界に適合しようとするのであると、うん、でそのように外界から離れることをあたかも徳であるかのように思っています、うん、で彼らが誇るのはあくせくせずのんきにしていることであると、うん、ちょっとディスってますね、まあ、そういう部分ですよね全部しかし実際、まあ、それは怠惰の悪徳にほかならない、うんうん、同じように彼らは全世界の不正を正すことは、うん、僭越で安らぎのない悪徳であると考えている、うんうん、今不正を正そうとするのは僭越である、うん、いや 僕なんかやることじゃないです、うん、まあ、そこにこう争いが生まれると思っているから、うん、平穏じゃない。でこの人々は変化のない生活を、うん、まさにそれこそ徳であると思っていますと、うんうん、しかし彼らは自分もまた他の人々と共に全人類共同体の福祉に貢献するよう召されていることを見逃していると、うん、要はあなたもこの一員なんだよっていうのを見逃していますと、うんうんうん、その貢献は正義の徳の熱烈な表現以外の何物でもない、うん、要は参加しなさいと言ってます、うん、この本は、うん、まあ、分かりますよね。この本が書かれているのは、うん、ちょっとキリスト教的な人が書いたものなのでちょっとこういう表現になってますけど、うん、まあ、言ってることは多分分かりますよね、うんうん、まあ、要はこの世の中は葛藤に満ち溢れてる、はい、争いに満ち溢れてるので、はい、なるべく引きこもろうと、はい、そこに巻き込まれたくない、はいはい、からなるべく引きこもろうと僭越だと思ってるらしいです、うんうん、っていうのが多分タイプ9、はい、で、まあ、それがこうでそこでのんきに暮らしていけるのが多分一番いいよねってディスり上がってですね、思ってる、はい、ディスり上がってっていうかそれができれば本当にいいかなと僕も思ってます例えばこう参加してくださいよ、参加してください。例えばこう南国でずっともう食うものも何も困らずにのほほんと一生過ごせたらそれ一番いいよねみたいなことは思って、なるほど、うん、で多分それはでもそんなことありえないじゃないですか、はい、で本当はこう積極的に参加していろいろこうやっていかないとっていう、そうですね、で、まあ、それがこう怠惰ってやつですよね、はい、動かない、参加しなさいと言ってます、うん、参加しなさいと、はい、分かってますこの本が言ってるんですか、僕じゃ、僕じゃないです、僕じゃないです、まあ、僕自身も分かってますから、まあ、分かってますよね、6もそれ手放しましょうみたいな、あ、まあ、エニアグラムを学んでますからね、うんうん、あ、手放さなきゃいけないものを握ってるのは知ってます、うんうん、それ僕もなかなか手がギューってやってますけどね、まあ、そういうとこですよ、はい、こう一本ずつこう一個ずつ、そうなんですね。で、外的秩序として見る人たちは、うん、この人たちは自分の外に良きものを求めてそのことばかりにエネルギーを集中しますと、うん、で結果良いものは外界にしかないと限定して、うん、外界の現実を変えようっていう目的のもとに、うん、自分自身を奴隷化してしまう傾向があるよと、うんうん、で、タイプ1の人たちは、うん、この人々は、うん、自分の
憤りに対して盲目的ですと、うんうんうん、この憤りとは、うん、怒りと呼ばれる重大な罪であると、うんうん、確か7つの大罪で確か怒りみたいなやつがありましたよね、うんうん、ありますで彼らは怒りを悪徳と見ず、うん、批判的な自分の基準こそ偉大な徳の表れだと思っています、うん、で彼らは自己をありのままに受け入れることが大きな徳であることを十分に認めていませんと、うんうん、その代わり自分がより良くなることよりよく行動することをわずかでも怠ることが最大の悪徳だと考えています、うんうん、と書かれています、うんうん、よくまあ書かれているエネアグラムの特徴、うんうん、怒り、はい、でも怒りも悪いことだと思っているっていうところですかね、うんうん、でも批判はいいことだと思ってる正すことですから正すことはで全て外側にいいものがあると思っている、うんうんうん、から自分も正すし、うん、お前らもやれよ正すお前らもやれよ、うん、大きな世話だよって話ですよね、うん、こっちはこっちで大変なんだよでタイプ7この人々は悲しみや悲観主義が重大な悪徳であると考えています、うんうんうん、しかし悲しみは辛い現実を体験した時に人が感じる当然の反応だよと、うんうん、でこの人々は厳粛さがより適切である場合にも、うん、いつも朗らかでいることを偉大な徳としている、うんうん、彼らは節制や中庸の徳を犠牲にしても、うん、快楽を追求することを重要視しています、うん、人々の真面目さはかえって悪徳であると考えています、うん、しかし当然ですよね、うん、実際は真面目であることが真の正しさっていう表現になるかもしれない、うん、まあ当然そりゃそうですよね、うんうん、人がどのように人生に直面するのか、うん、また彼が実際に何者であるかを示す誠実さの表現であるかもしれない、うんうん、いやもう朗らかっていうのが一番得だよねと思っている、うんうん、いいことだと思っている悲しまないことがいいよねと思っている、うんまあ、悲しむのが嫌なんですよねきっと苦しいんじゃないですかねなるほど、うん、悲しい状態がで私が今出たっていうのも、うん、僕の悪いタイプいかにもちょっとタイプ6らしい反応が出ましたね今、うん、申し訳ございませんでタイプ4、うん、この人々は、うん自分の感受性を最高の徳と考え、うんうん、洗練されていないことを避けるべき悪徳だと考えています、うんうんうん、自分が他人よりも優れておりまた人よりも重要でユニークであること、うんうん、ユニークって特徴的っていうことですかね、うんうん、それを徳だと思い込んでいます、まあ、本当はそのような態度はうぬぼれの徳であると、うんうんうん、彼らは平凡が悪徳であると思っている、うんうんうん、しかし実際に平凡っていうのは、うん、単純さという偉大な徳かもしれない、うん、よくなんか普通っていうのが、うん、いい一番の徳要は、うんうん、アドラーでも言うんですよね、うんうん、特別になろうとするなっていうのがそう、ねまあ、4の人は特に平凡っていうのがすごい悪いことみたいな感じに捉えてるあっていうことは、うん結構苦しいですね苦しいだってみんな、うん、そうじゃないですかって僕は思っちゃうんですけどみんな平凡、うん、みんなまあ普通ですよねでその普通からこう抜け出そうと世の人がもがいてる、はいはい、普通ではあってはいけない普通なんてつまんない人生はみたいなだからこう悲劇のヒロイン的なで稽古してるわけですね稽古してる演じてる演じてる、うんいつか本番が来るいつか本番がっていう、うん3回に分けて、うん、とらわれのはいとらわれは手放しましょうですよねこれなかなかぎゅーは手放すものを握りしめてる、はい、ですけども、うん、1個ずつまたそうなんかこれ他のタイプの人が見るとなんでそんなものを握りしめてるのって感じじゃないですかあ私がさっき何のを笑ったようにそうそうなんでそんなのを必死に握りしめてるのかみたいな確かにこれですよね。そうですね。なんで人から期待されることを一生懸命やらなきゃと思ってるのって話ですよ、ね。そう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 え自分がやりたいことやればいいじゃん。そう。で多分他のタイプの人が見たら多分そういう感じ。でまあ
タイプ9でも同じですよね。その平穏みたいなところにこうを握りしめて、はいはい、葛藤を恐れて、はい、葛藤を恐れてというか葛藤を避けて、はい、引きこもってるみたいな。でもこの葛藤を避ける力が十分にありますよっていう話なんですよね、うん、そうでそれできないって思ってるだけ、はい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 、自分の心がとらわれてるんですよ。で偉そうに言ってますけど、そう手放してないことは、うん今ここで表現します、うん、でも皆さんで手放せるといいよねって思いながらこの動画を、はい、まずは知ること、それは囚われたと知ること、そうですね、はい、一緒に手放していきましょう、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。